D2 モーターボート大賞準優勝戦進出を決めました女革命戦士長島真希選手です。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。女子で残ったのが一人やから、はい、ね、はい、ここはちょっと責任果たせたんじゃないですか。そうですね、はい、もう一つ果たせるように頑張ります。そのもう一つというのはもう優勝に向けてということですね。そうですね、はい。どうですか今日レースを走って。はい、もう本当点検から、うん、勝率以上の手応えはあったんですけど、うん、湿気がないと本当にいい足になりますね。うん、湿気がないといい足。はい、初日と、うん、で2日目3日目ってやっぱ回転をしてくると、うん、谷川さんも教えてくれたんですけど、うん、足が落ちるって言われてて、うん、まあペラはずっと我慢してるんですけど、今日やっぱまた湿気が取れたらすごく乗ってていいっていうのが分かったんですけど、うん、まあ明日準優と最終日はちょっと崩れるので、うん、はい、てるてる坊主ですかね。ほんまやね、てるてる坊主やね。ちょっとだけ、さっきのレースを振り返ってもらいたいんですが、はい、ちょっと一周目一幕は少し、うん、そうですね、ああいうとこが、うん、足運動じゃなくて判断だったり、うん、コース取りとかああいうとこは自分だと思います。はい、でも一周目の2マーク、そして2周目の1マークの付け前なんかは、うん、もうすごい迫力があったね。そうです、それを目指してレースしているので、うん、あとはその 1コーナーかな、ああいうとこの爪の甘さとかはもう次に生かしていかなきゃなっていうところなんですけど、道中のレースはもうとにかく握るレース、攻めるレースっていうのを心がけているので、それはまあ今回予選道中結構できてて、できてるんだけど、男子のターンを見てるとまだまだだなっていうところが感じれて楽しいですね。はい、まあ、ますますこれ明日はレベルの高いレースになります。今日は具材を示されます。はい、今後お話しください。はい、もちろん優秀は目標なんですけど、そういう結果じゃなくて、今日本日やるべきこと、まずスタートああいう島の判断とか、そういう駆け引きとか、ああいうところがまだまだ自分の中で場数踏まないと得られてないなってところがあるので、その緊張感を味わえるレースをしたいと思います。まあ、春には大舞台もまだまだ経験しない、はい、いかんので、はい、なんとか優勝まで行ってね、経験値高めたいよね。はい、高めたいですね。はい、とにかくそういうとこ走ることが一番経験値が上がると思うので、そういう意味でも、はい、明日は大事な一戦になると思います。長島真希ファンはじゃあてるてる坊主を、ま、持って作って、はいはい、今夜過ごしたいと思います。お願いします。女子付きと、はい、女子付きとね。みんなファンも女子付き持ってこない。です、女子、はい、はい、よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。はい、ありがとうございます。